ナミさんこんにちは。体のステーキング報酬また入ってよかったですね。そしてね、今回ね、8月23日にちょっと緊急でライブをしようかと思うんですよね。で、これはステーキングのこのステーキングプールを運営しているリピさんとの対談になりますけども、ほら、日本に体のエイダが上場するじゃないですか、ビットポイントジャパンで。で、これについて、まあいろいろとね、お話しすることとか、皆さんからの Q&A、こちらについて、お答えしていこうかなと思うんですよね。まあ、このライブがありますので、よろしかったら23日の21時からご参加いただければと思います。そしてステーキングプールなんですけども、私たちは今、このリピさんのところにね、預けてらっしゃる方が多いと思いますけども、また新しくね、速稼塾の塾生さんから、まあ第2弾、ワクタさん、ね、体の枝10万円勝負で有名なあのワクタさんがですね、この度、ステーキングプールの運営を始められましたので、そちらの方も、ちょっとね、頭の隅に入れておいていただければと思います。やっぱりなかなかね、ステーキングプールをこっちにポンと預けちゃうと、そこをこっちに移すっていうのは、相当な動機がないとね、条件はほとんど同じだと思いますんで、なかなかと思いますけども、その面ではリプさんは、こうやってね、動画の方を5日に1回、3日分送ってくださったりとかしてますんで、で、ステーキングプール上の情報とかを噛み砕いて伝えてくれますので、まあ勉強にもなるし、安心材料にもなるかなというところですよね。ステーキングプールの報酬っていうのは、どこに預けてもそんなに変わらないと思うんですけども、その辺をね、何パーセントぐらいなのかなってことを見込んで、あっちにしようかこっちにしようかって選ぶのは非常に大事なことなんで、多分ステーキングプールの運営、これはね、ステーキングの委任を変えることがあるとしたら、やっぱりこれじゃないですかね、利益の額じゃないですかね、なんといっても、それが一番で、次がステーキングプールの運営情報をどうやって伝えてくれるかと、あとはね、ステーキングプールのオーナーさんとどんな関係なのかっていうふうに続いていくんじゃないかなと思いますね。他にも理由あるかもしれませんけども、私が思いつくのはこのぐらいかな。まあ、どちらにしても今体のエイダの価格160円とかをつけたりとかしてますね。160円ですね。そしてビットコインの方ですけども、まあ、500万円をマークして、結局8月に500万円というのは達成したかなと思います。イーサリアムもね、全体の相場を引き上げるぐらいにぐいぐい上がってきてくれてます。イーサリアムはアップデートのロンドンが成功したのもあって、今非常に活発に取引が行われているということで、元通りやっぱりね、40万円台とか、そして私の夢の100万円に突っ込んでいってくれないかなと思っているところですけどもね。それではありがとうございました。